アシュランド級ドック型揚陸艦はアメリカ海軍が運用していたドック型揚陸艦の艦級。巡道警艦として主機艦を蒸気タービンに改正したカサグランデ級があるがこちらも本級の一部として分類されることもある。イギリス海軍では大陸反抗作戦を想定して1940年頃より各種揚陸艦艇の開発に着手した。これにより 車両人員揚陸艇や軌道揚陸艇など各種の上陸用集艇が開発されたほか、戦車などの重装備を揚陸できる戦車揚陸艇、より高揚性を向上させた戦車揚陸艦なども登場した。しかし、上陸用集艇は母艦のダビットから釣り下ろされて発進するため、発進に手間取り同時発進数が限られる上に、後天時の運用が難しいという問題があった。 また LST は非常に有用であったが、門ピを有する特殊な監視形状のために速力が遅かった。このことから同時に多数の上陸用集艇を運用できる艦として構想されたのが戦車揚陸艇母艦であった。当時のイギリスでは工業力の制約からこのような新コンセプト艦の建造は難しく、 実際の建造はアメリカで行われることになった。これによって建造されたのが本級であり、アメリカ海軍ではドック型揚陸艦と称された。管美側からの艦英本級の設計は、いわば浮き艦ドックをもとに、前方に艦首部、後方に貧自式のゲートを設けて、自効可能にしたものとなっており、ウェルドックを中心として組み立てられている。ドック前半部をまたぐ形で課せられた。 上部構造物には、主として居住区が設けられた。一方、ドック下の船体には、機関部やバラスト、燃料タンクが廃された。また、ドック調水時の船体の安定性を保つため、ドックの両側に防水区画を廃する必要があった。ことから、ここにも居住区や、バラストタンクのほか、機関区画への旧廃棄スペースが設けられた。ベルドックは、 長さ118メートル幅13メートルと完全長の81%強に及ぶ長大なものとなっている。上陸用終点の発進、収容はバラストタンクに注水して船体後部を下げ、ドック内に調水することで実施する。戦車用陸艇であれば3隻、機動用陸艇であれば14隻を収容できた。なお、自由水の影響を抑えるため、 ドックの中ほどには中間ゲートが設けられていた。また、上部構造物工法にあたるドック後半部情報にも仮設の甲板を化することで、ここにも多くの車両を露天搭載することができた。この仮設甲板や揚陸艇との物資上げ工のため、煙突付近の両原には力量35トンのクレーンが設けられていた。当初設計では上ビン手機関とされていたが、 減速機の生産力不足のため、本級ではレシプロエンジンとされた。ありがとうございます。